エムステでの披露がフルではなかったのですね。5月27日月曜日の CDTV でフルサイズ初披露なんですね。歌詞に衝撃を受けている間に CDTV にフルサイズで登場。ある日、音楽番組 CDTV で話題のボンがフルサイズで初披露されると聞いた。ファンの間で大いに話題となり、ネット上には興奮と期待の声が溢れていた。 エムステでの初披露はフルサイズではなかったものの、そのパフォーマンスは視聴者に強烈な印象を与えました。特に岸くんがウィーメイク盆栽と歌う瞬間、翔んの足の力強さは目を引きました。彼の動きが盆栽の成長を象徴するかのように、しっかりと地に足をつけたものでした。CDTV でのフルサイズ初披露に向け、ファンはますます期待を高めています。フルバージョンでは、 彼らの真の意図や感情がより深く伝わることでしょう。の期待感はさらに高まっていた。この新曲、ボンの歌詞にはどのような意味が込められているのか、そしてそのパフォーマンスは何を伝えようとしているのか。今回はその魅力と意義を深く釣りしてみよう。ボンの歌詞は聞けば聞くほど多層的な意味合いが伝わってくる。日本への思い、今までの経験、そしてこれからの未来への希望。 ファンへの感謝の気持ちが歌詞に込められているのは明白だ。歌詞を通じて、アーティストがどのようなメッセージを伝えたいのかを考えるのは楽しい。例えば、以下のような部分が特に印象的だ。日本文化への敬意、歌詞の中には日本の伝統文化や風習が織り込まれている。これはアーティストが日本の文化を大切に思っていることを示している。過去と未来の橋渡し、歌詞には、 過去の経験や挑戦が未来の成功につながるというメッセージが込められている。これにより、リスナーは自分の経験を振り返り、未来への希望を持つことができる。ボンのパフォーマンスは、その歌詞の意味をさらに深めるものとなっている。エムステでのパフォーマンスがフルサイズではなかったため、CDTV での初披露はファンにとって大きな期待と興奮をもたらした。 そのパフォーマンスはどのような魅力を持っているのか、いくつかのポイントを挙げてみよう。武士のような堂々としたダンス、将軍のダンスは、まるで武士のように堂々としている。力強い動きとともに、その表情からは決意と誇りが伝わってくる。流れるような盆踊り、神宮寺君の盆踊りは、指先まで美しく流れるような動きが特徴的だ。 これはまるで日本の伝統舞踊を見ているかのような感覚を与える。表情豊かな演技、岩君の表情は時折見せる豊かな感情が印象的だ。彼の表情からは歌詞の感情が直接伝わってくるように感じられる。ボンのタイトルが示す通り、盆栽との関連性も興味深い。盆栽は長い時間をかけて形を整え、成長していくものだ。 それはまさにアーティストとファンの関係に似ていると言えるだろう。アーティストはファンと共に成長し、その過程を楽しむことが重要だ。ボンの歌詞には多くの意味が込められています。日本への思い、これまでの努力、そしてこれからの未来への希望。これらの要素が詰まった歌詞は、聞くたびに新たな発見をもたらします。特に、 盆栽と針金の関係が彼らとファンの関係に似ているという解釈は興味深いものです。針金で形を整えながら成長を見守る盆栽のように、ナンバーアンダーライン愛とファンは互いに支え合い、成長していくのです。針金を巻きながら成長する盆栽、盆栽は針金を巻いて形を整えるように、アーティストもファンとの関係を築きながら成長していく。これは相互の支え合いが必要なことを示している。 最終仕上がりを想像しながら育てる。盆栽の最終形を想像しながら育てるように、アーティストも未来のビジョンを描きながら活動を続けている。これはファンとの共有する夢や目標を表している。ボンのパフォーマンスは、現在の音楽シーンにも大きな影響を与えている。特に、日本の伝統文化を取り入れたパフォーマンスは、国内外のファンに新しい視点を提供している。 ユネスコ向け文化遺産への期待、日本の伝統文化を継承し、広める活動が評価され、将来的にはユネスコ向け文化遺産への登録も期待される。これは、日本文化の普及と保護に大きく寄与するだろう。海外ファンへのアピール、日本文化を取り入れたパフォーマンスは、海外のファンにも新鮮で魅力的に映る。これにより、グローバルなファンベースの拡大が期待される。 私自身もボンのパフォーマンスを見て多くの感動を覚えた。その力強いダンスと感情豊かな歌詞は心に深く響くものであった。特に印象的だったのは武士のような堂々とした姿勢とボン踊りの美しい動きだ。これらが一体となったパフォーマンスは日本文化の素晴らしさを再認識させてくれた。ボンのフルサイズ初披露はファンにとって大きな喜びと感動をもたらした。 歌詞に込められた多層的なメッセージと、それを表現する力強いパフォーマンスは、アーティストの成長と未来への希望を感じさせるものであった。これからも、彼らの新しい挑戦と成長を見守りたいと思う。そして、読者の皆さんにもぜひ、ボンの魅力を体感してほしい。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、ただのダンスや歌ではありません。それは一種の芸術です。 武士の佇まいを感じさせる堂々としたダンス、盆踊りのような流れるような動き、そして各メンバーの個性的な表現が見事に融合しています。翔くんの異次元とも言えるアイソレーションや騎士くんの表情豊かなパフォーマンスは見るものを引き込む力を持っています。ナンバーアンダーライン I はもはやアイドルという枠を超えた存在です。彼らの音楽とパフォーマンスは世界中の人々を魅了しています。 まるで規格外の盆栽のように形にとらわれずに成長し続ける彼らはユネスコの世界無形文化遺産への登録を目指すほどの評価を得ています。その積み重ねが秋の社会文化功労賞へとつながるでしょう。ボンはナンバーアンダーライン愛がこれからの音楽シーンに新たな風を吹き込む存在であることを示しています。彼らの成長とともに私たちも新たな発見と感動を得ることでしょう。 これからのナンバーアンダーラインイに、ますます期待が高まります。最後に、皆さんに問いかけたいと思います。あなたが感じる、ボンの魅力は何でしょうかそして、ナンバーアンダーライン愛が描く未来に、どんな期待を寄せていますかぜひ、あなたの思いを聞かせてください。ナンバーアンダーラインイのボンは、単なる音楽ではなく、新しいアートフォームとして輝いています。 彼らの成長とともに、私たちも新たな発見と感動を得ることができるでしょう。これからもナンバーアンダーライン愛を応援し、彼らの未来をともに見守りましょう。あなたは、ボンの歌詞やパフォーマンスから何を感じましたかまた、アーティストとファンの関係についてどのように考えますかコメント欄であなたの意見を聞かせてください。